大谷による新パフォーマンスの真意、エンゼルスの大谷が本塁打後に取った行動について、同僚のサンドバルが語った。その日、大谷は自身が被った兜をベンチでサンドバルに被せ、カメラを構えるジェスチャーを取った。この行動についてその場で生まれたものかと聞かれたサンドバルは、事前に計画されていたと回答。もともとは試合前に握手を交わすことが日課の二人。大谷が、新しいのが必要だ。今度は僕が君の写真を撮るよと言い、新しいパフォーマンスが生まれたという。この提案の翌日に大谷の12号本塁打が出て、サンドバルは大谷以外では初めて兜をかぶった投手となった。ほっこりシーンやな。本当に大谷は人間ができとる。サンドバルは、好投が続いても、白星にならん状況やろ。そこで、新パフォーマンスでの後押しってことは、あったんちゃうか。仲間思いな行動が光ってるわ。Y には眩しすぎる。ネガティブな行動がほんま少ない。っていうか知らん。さよならチャンス逃して、ヘルメットで叩いてたことあるぞ。しゃあないわ。そんなこともある。何やっても正当化されて笑った。これはチームの雰囲気良くなるわ。モチベーションの維持になるよな。サンドバルに毎回違うポーズしよう。やぞ。今回だけちゃうんや。サンドバルキュンキュンしとるで。今度は Y を取ってくれ。お菓子食べてる騒動も、大谷の対応によっては、マイナスイメージになってたのにな。投稿していいか聞かれ、大谷は気にしないって、この辺が男らしくて好印象なんだよ。お返しのパフォーマンスを思いつくのも、さすがやな。ペッパーミルを日本で流行らせたり、意外とエンターテイナーやん。今度はお前を取ったるってことやろ。これは人たらしやわ。このシーン見た人は全員取られたくて泣いてるぞ。それは言い過ぎ。こんな行動全部がポジティブ男が、苦手なものとかあんのかな。苦手な人とか、大谷は嫌いな人とかおらんのちゃうか。大谷、嫌いな人は、なんジェイミンです。嘘でもやめてくれ。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。